足は足で握り合ってるし、手も両方つかみ合ってる。しかし片方の手は同じ木を枝を握って落ちないようにしてる。背中はしっかり縦になる枝のところで支えて、遊ぶね。遊ぶ時間の継続っていうのは、いや僕は知能とか、あるいは精神的な能力の高さに関係すると思ってるけれども、これだけ長く遊べるっていうのは、手話家の精神的な能力の高さっていうのを感じてしまうよね、これね。先生、今まで見たことない。全く見たことないね、これ。こっちの忍耐力が続くか、相手の遊びの時間が続くかっていう、そういう勝負になってきたね。しかし彼らもう2時間遊んでる。5歳のに人間の子供と、これじゃあ体が腫れますからね。